ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がランボルギーニウルスペルフォルマンテ2024年式300キロこちらの車両になります。先ほど300キロというふうにご紹介したんですけれども、はい、実際にはもう少し少なめということで。そうですね、はい、今日の市場で300キロ突破って感じですか。そんな感じだと思います、はい、まあそんなに市場しないですけど、はいはい、こちらをご紹介します。でまずは、うん、じゃ車両の概要の方から、はい、まあ、概要とは言っても、うん、ウルスがもう発売して発表が2017年、はい、発売のが2018年ということなんで、まあ、いわゆる後期型に当たるお車なんですけれども、うん、はい、まあ、僕らが詳しく掘り下げるまでもないと思いますので、はい、ざっくり概要の方を、はい、で言わずと知れたランボルギーニの SUV なんですけれども、はい、これ調べたら SUV じゃないらしいですよ。何ですか。 SSUV らしいです。おっと難しい。スーパースポーツユーティリティビークルらしいです。BM に続いてちょっと難しい感じらしいです、はい、というわけでランボルギーニのラインナップとしては、はい、あの2車種目の SUV ってことみたいです。どういうことですか。あの1車種目が LM00 にいわゆるチーター、はい、以来の SUV ってことみたいです。あれも SUV ですか。一応 SUV にカウントするみたいです。なるほど。で、あの2018年に発表されて、はい、うん、まあ、多分そこまで今ほど売れるのを多分想定してなかったと思うんですけど、年間3500台ぐらい の、 あの予定で、あの予定立てたらしいんですけど、うん、結果近年の SUV ブームに乗っかりまして、うん、あの全然年間3500台じゃ足りなくなって、工場も拡張して、お、あの今や年間5000台ぐらい作ってるみたいです。すごいですね。というわけで、まあ、非常にランボの中でも一番売れてる車ということ で、うん、はい、で2022年には2万台を突破してる、うんうん、もうめちゃくちゃ人気もあって皆さん乗られてる方も多いんじゃないかなというこちらの車種になります。そしてですね、はい、言わずと知れた2022年9月に S と同時に発表されたのがこちらのペルフォルマンテ、そうですね、まあ、いわゆる後期型ということになる、はい、でまあ、ざっくり言うと、まあ、パワーアップと、うん、あと大幅な軽量化、はい、まあ、あとは専用エアロなんかをまあ、装備したウルスになってきます、うん、というわけで外観から見ていきたいんですけども、はい、その前に色がえらいことになってませんか。これすごいですよね。眩しい感じの、これがブルーケフィウスっていう色、はい、はあはあ、なんかアベンタドールではたまにいらっしゃる。そうですね、カラーなんですか。スポーツカーのイメージはありますね、うん、これあの多分映像だと単純な水色に見えてるかもしれないですけど、これメタリックスかパールスか、メタリックかな、ね、メタリックですね。ギラギラ感すごいっすね。すごいっす。あのあれっぽくないですか。あのアストンマーチンとかのイギリス車っぽい、なんだかね、そのそのくらいのギラギラ感ですよね、メタルの入り方が、うん、で車のキャラクターとしては、うん、あの正直言うと、うん、ちょっとミスマッチ感を感じちゃうぐらい。あ、そうですか。なんか、はい、ペルフォルマンテって言ったら体育会系な車種っていうか車じゃないですか。はい、だからすごいなんか色気を感じる、うん、なんかこのギャップがなんか意外にハマったなという、はい、個人的な感想です。で、この後見ていきたいんですけど、はい、今回あの車のオプションだったり装備も、うん、はい、なんかペルフォルマンテらしからぬ、うん、なんかチョイスというかですね。ちょっとこう男臭さを消しているよう な、 なんていうんですか、なんか意外な組み合わせですよね、はい、ですね、はい、というわけでそのあたりはこの後ご紹介したいと思います。で、はい、専用のエアロということで、はい、バンパーが専用バンパーになってるんですよね、はい、でこれ S と比較したんですけど、うん、はい、非常に分かりづらいですね。ね、あのこの Y の字がなくなったのは、うん、まあ、皆さんご存知のところじゃないですか、はい、で、うん、ここの下違うんですね。微妙に違うんですか、はい、でここが3段になってるのがペルフォ、うん、でこの真ん中がないのが S みたいです、うん、なるほど。でこの辺の形状が少し違うみたいです。で大きな違いではないってことなんですね。そうですね、多分空力よりかは多分デザイン性のところの変化が大きいんじゃないかなと。なるほど。で後期になってここのダクトが追加されたということで、はい、あの空力をかなりアップしてるそうです。なるほど。そしてもう一点特徴的なのはこのフードですよね。そうですね、なんとカーボンフード標準装備ということで、うん、すごい。このダクト付き、ただ S もこれダクトがついてるんですよね、うん、そうなんです、ついてますね。であと後方車の方で、うん、ここの真ん中のところ、はい、大きくカーボン目が出てる、まあ、ありますよね。カーボン目が出てるフードがあるんですけれども、うん、これなんか選べたみたいですね。なるほど。でこちらの車は、うん、このボディ同色に塗られてるタイプの方のフードになってる、はい、です。ただパーツ供給の関係で、うん、あの全員が全員ここカーボンにできたわけじゃないみたいですね。一時なんかやっぱりカーボンパーツが頼めないとかあったでしょ。そうですね、その辺の関係もあってここが同色の車もやっぱりあるみたいです。オーダーというか製造のタイミングとかそういうのにもよりけりなんですかね。
ただ今回の車の組み立て方だと多分選ばなかったんじゃないかなっていう、そうですよね、あえて、うん、はい、うん、こんな感じになってる、はい、はい、そして早速横に回っていくと、はい、標準が22インチということなんですけども、はい、今回はこちらのオプションの23インチが装着されていると、はい、でなんかいろいろ調べたら、うん、あのオプションでトロフェオのタイヤもあったみたいですよ、トロフェオ R。 本当ですか？それはすごいSUV でトロフェオってなので本当に走りの車、うん、本気の車、うん、当然単造ですから、はい、まあ、このサイズでも重量増は最小限に抑えてある。あと車全体的に非常に軽く作られてるみたいです、うんうん、ペルフォということでだいたい40キロから50キロぐらい、あ、すごいですね、普通のウルスよりかも軽く作ってあるみたいです。なるほど。そして奥に見えるブレーキの方は相変わらずのカーボンセラミック、うん、はい、こちら440倍ですよね、こちらのブレーキになってると。そしてキャリパー今回赤いキャリパーということで、うん、これ、まあ、差し色的には赤はかなり目立ってるのかなと。そうですね。そしてあともう一つ注目のポイントとしては、うん、足回りがペルフォの満点になるとバネサスそうなんですよのみなんですよね。のみです。でこれが結構あの賛否を呼んでて、はい、噂ではかなりスパルタンな乗り心地じゃないかと、うん、気になるね。気になりますよ ね。なんで今回その辺の検証の回ということで、うん、そうですね、本当にそんなに乗り心地がハードなのかどうか、うんうんうん、なので結構あの S とそこが分かれたみたいですね。なるほど。S はまあ継続してそのままエアサス、うん、しかもこのワーゲングループ、はい、あの最高峰の3チャンバーのエアサスだったん で、 そうです、ね、まあ、相変わらずの乗り心地だったみたいですけど、はい、やっぱり一方ペルフォルマンテの方はかなりスパルタンな乗り心地ということで、うん、この後検証してみたいと思います、はい、そしてフェンダーだったりもこの辺がカーボンになってたりとか、うん、はい、あと先ほど下見で少し話が出ましたけど、うん、はい、ここの三角形が僕大好きなのでございます、うんうんうん、あの LM00 に、うん、あのチーターもここが三角形のダクトがついてるんですよ。なるほど。ただなんかあんまり違和感ないですよね。ないですね。突然出てきた感なく、はい、なんかデザインにすごく溶け込んでますね。もうそもそものなんかウルスのデザインがアベンタドールをかなり影響を受けたデザインになってるみたいです。なるほど。まあ、基本アベンタっていうかもうランボ全体がもうそういうデザインの統一性を持ったメーカーなんて、まあ、その辺が取り入れられてる、うん、であとは、はい、横だったりはあんまり大きく変わらないんですよね。そうですね、うん、エアロパーツが付いてたりとかっていうのはなく、はい、ただ、うん、一点このドアノブ、はい、多分ペルフォのほとんどの個体が、うん、あの黒い多分ドアノブじゃないかなと思うんですけど、うん、今回のはなんと同色ということで、はい、この辺もなんかスポーティーさを消してるというか、うん、なんかラグジュアリー方向な車の組み立てに、ね、ね、うん、なってるんじゃないかなと、はい、そしてあと注目のポイントとしてはルーフ、はい、オプションでカーボンルーフがあるっていうことなんですけれども、はい、今回はサンルーフを選択して、はい、通常のルーフになってると、うん、だこれも意外じゃないですか。ですね。 らしさで言ったら、はい、もう本当にカーボンパーツもりもり、うん、もう全部出して、はい、スパルタンな車に仕上げる方が多分圧倒的に多いと思うんですけども、キャラクター的には結構ゴリゴリな感じがイメージがあるんで。そうですよね、はい、今回はこちらのサンルーフのルーフになってると、うん、はい、そして後ろも同様に、うん、はい、23インチ、そして後ろもだって370倍ですよ、ね、カーボンセラミック、そしてチタンボルトもなんと標準みたいです、はい、すごいですね。だ徹底的な軽量化が図られてる、うん、なので一応メーカー公表値だと2トン100ぐらい、はあ、なんか車検証上だと2トン400ぐらいあるみたいなんですけど、はい、で結構このウルス、うん、いろんな車種と兄弟車じゃないですか、はい、SQ5 だったりだとかベンテーガだったりだとか、うん、カイエンだったりとか、その中でもかなり軽量みたいです。そんなイメージはありますよね。だから元々ウルスってそんな重いイメージはないですけど、車種バリを共有している車と比べて決して重い車ではないので、まあ、その辺はランボルギーニスポーツカーメーカーですからね。実際にその軽量なパーツを多用してかなり軽く作られてるんです。なるほど。あともう一つポイントとしては、はい、ウルスってその兄弟車の中で一番ホイールベースが長いらしいんですよ、はい、唯一3メートルを超えてる車種。ただベンテーガのロングホイールベースは除く。あのちょっと話それてもいいですか、はい、ランボルギーニとかってフェラーリもそうですけど、まあ、ポルシェもその車に対して何がついてるかっていう詳細のこうリストってあるじゃないですか、はい、それを過去に見たんですけど、ウルスのその項目の一つにロングホイールベースって書いてあったんですよ。え、本当ですか。はい、それってどういう意味なんだろうと思って、もしかしたらその今がツッチー言った話となんとなく共通項があるのかなって、はい、あ
あ、別にロングホイールベースが存在するわけじゃないですよ、はいはい、ショートホイールベースが存在するわけでもないですけど、はい、そのメーカーのリスト、装備リストの中にブワーって英記号と英語で書いてあるじゃないですか、はい、その一つの何百も書いてある中にロングホイールベースってあるんですよ、項目が。だからウルスっていうロングなのとかいつも不思議で思ってたんですけど、はいはい、じゃあプラットフォームが一応長いのを使ってます、そういう意味長くしてありますっていうことなんですかね。なんかそう考えると今ちょっと合点がいったなと思ってちょっと余談今入っちゃったんですけど、なんかカイエンだったりベンテイガはギリ3メートルないんですよ。2900いくつなんですけど、唯一ウルスだけは3メートル3っていうことで、その辺が車の走りとかキャラクターにかなり影響してるそうです。なるほど。だ一見するとそのタイヤサイズとか、うんうん、まあ、その辺ぐらいの違いかなと思いき いきや意外にそういう車の骨格の部分もかなりこだわって作ってるみたいです。なんかちょっと勝手に納得しました、はい、あともう一つポイントとしてはこのタイヤのトレッドもペルフォルマンテで広がってるそうです、はい、フロント15mm リア10mm、はい、あなんで 車ですね、はい、車の寸法的には変わらないんですけども、うん、タイヤがその分中心が外に出てるということ で、 なるほど。でサイズ見たらこれタイヤサイズは一緒なんで、うん、おそらくホイールのオフセットがそうです、ね、フロント 15mm リア、1センチか、はいはい、出てるみたいなんで、うん、その辺も結構走りに影響するんじゃないかと。いや相当すると思いますね、はいはい、というわけでこの辺気になるところは、うん、この後乗ってみたいと思います、はい、であとポイントとしては、うん、あこれあ来ましたね、はい、はい、この給油口が、うん、あの 3D プリンター製らしいです。そうなんですか。誰得情報あ、はい、というわけで、まあ、よく見るとこの積層痕が残ってる。あ、なるほどね、はい、こちらのキャップになってると、はいはい、続いてリア見てみたいんですけども、はい、リアはもう一目瞭然、はい、そうですね、というか僕がペルフォルマンテを見分ける一番のポイント、リアウィンドウ。そうですね、でも確かに分かりづらいですよね。分かりづらいです。特にボンネットのカーボン出しがしてない車だと、うん、あの S となかなか見分けつきにくいのは僕だけじゃないんじゃないかなと思って。いや確かにそうだと思いますよ。この特徴的なウィングが、うん、装着されていると。でこれ翼端板は両側カーボンなんですね、うん、そうですね。でこれによってここの部分のダウンフォースが 38% アップしているそうです。すごい。で全体的には 8% おというわけで、まあ、非常に効いてるウィングになっている。そうですね、カーボンのこの辺のトランクスポイラーがついてたりだとか、はい、あとリアバンパーの形状は結構違うんですよね、うん、違いますね。それはね、あの 見た感じですぐ分かります。ここは結構パッと見ても違いますけど、違いますね、ちょっとこうかぶる感じのデザインの、はい、うん、全部カーボンのバンパーになっている。これも多分えらい金額になりますよね。だと思いますね、うん、そしてマフラーはなんと、うん、アクラポのマフラーが装着されているということで、うん、この辺のサウンドの方もこの後聞いてみたいと思います。はい、続いてインテリア見てみたいと思います、うん、インテリアが、はい、うん、なんと珍しいレザー仕様ということで、はい、ですね、はい、で車のキャラクター上もありますし、はい、まあ、広報車がおそらく皆さんイメージ強いと思うんですけど、うん、あのアルカンターラを多用したインテリアっていうイメージの方がほとんどだと思うんですけど、なんとこちらの車ほとんどレザーですね、はい、ドアの中央部だったりは一部、うん、アルカンターラ使用してますけど、ドアの上、ダッシュボード、その他のところも全部レザー、うん、はい、そしてピラーも天井も全部レザーということで、本当になんかギャップがすごいですけどなんかこうベースはすごくスポーツタイプですけどね、装備がなんかラグジュアリー寄りというかいい感じだと思いますね、なんかね。そして外装の目を引く色と違って、うん、内装に関してはこの黒と白、はい、あとはシートベルトなんかはシルバーで統一された非常に落ち着きがあるインテリアになっていると、はい、うん、あとシートのこの六角形のステッチが、うん、一応新しく採用されているそうです。なるほど。というわけでシート形状は、うん、おそらく前期型と大きくは変わってないと思うんですけども、ほぼ一緒ですかね。デザインなんかで非常にリフレッシュされたインテリアになっていると、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 3996cc V8 ツインターボ、はい、これ前期型から少しパワーアップしてまして、16馬力アップの666馬力、すごい。この6並びなのが偶然なのか狙ってなのかは分かりません、はいはい、トルクの方が850ニュートンということで、こちらは前期型と一緒みたいなんですけど、はい、あのセッティングが変わってるみたいで、うーん、かなり違いがあるみたいです。なるほど。っていうのも、うん、なんかS も同じ馬力トルクなんですけど、あの、はい、トルクの出方が違うみたいです。あ、そうなんですね。あの50回転だけ下からトルクが出るようになってるんです、うん、ペルフォルマンテの方が、というわけで実際なんか踏むと、うん、レスポンスがこっちの方がいい気がするんですよね、うん、
分からないです、僕2台並べて踏んだわけじゃないですけど、はい、なんか妙にレスポンスがいいウルスだなっていう風にちょっと下見で見た感じは受けました、うん、はい、でこの666馬力なんですけども、はい、カイエンターボ GT よりかも馬力が出てる、すごいですね、ターボ GT プラス26馬力というわけで、はい、このプラットフォームで多分一番馬力が出てるパッケージになってくると、はい、そしてこれに組み合わせるミッションの方がハスゴートマン、うん、で0100 3.3秒、通常のウルスよりかも 0.2 秒ほど速くなっている、でマックス316キロということで、さすがにもうスピードが出すぎて、そこに関してはプラス1キロだけらしいですけど、確実にパフォーマンスアップされてる、でなおかつ軽量化が効いてて100キロからの急制度の距離もかなり短くなっているということ で、はい、で当然四駆なんですけども、うん、四駆 その配分もリアの方に振ってあるそうです、はい、なので通常40対60、はい、マックスフロント70リア30なんですけど、うん、ピーク時はリア87までリアに振っていけるようなあの仕組みになってるんで、まあ、実際その数字的なものよりかも走りがかなり変わってるそうです、うん、なるほどね、感覚的なものが相当スポーツカー寄りになってるってことですかね、うん、というわけで気になる乗り味の方は乗り心地含め、はい、この後乗ってみたいと思います、はい、ですね、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います、お願いします。行きましょう。行きましょう。はい。というわけで、うん、今回はかなり駆け足で紹介してますけど、はい、これインテリアはこのグロスのカーボンなんですね。そうですね。でステアリングだったり至る所にこのアルカンターラが残ってて、うん、スポーティーさも適度に、うん。ただやっぱりダッシュボードとかこのピラー、特にバイザーとかルーフとかレザー、うん、はい、これすごいですね、高級感。なんか高級感がね、はい、すごいですね、やっぱり。で今回だいぶ飛ばしちゃいましたけど、はい、後ろの席は5人乗りということで。そうです。はい。はい、行きましょう。行きましょう。あんまりインテリアとかに関しては、うん、前期後期で大きく変わらないですよね。うん、そう、音がめっちゃいい音しますね。いい音してる、うん、でレスポンス良くないですか、なんか。うん、なんかあの正直その、はい、S とか、はい、今までの前期とかで比較して、はい、いいのか悪いのか正直あんまり分かんないんですけど、はい、そっちがいい言うからいいのかなと思っちゃいました。なんかいい気がするっす。本当ですか。はい、いやでも。さっきのトッチ言ってたようにトルクの出方が違うので、で、はい、あのカタログ上も、はい、セッティングがかなり変わってると思うんですよね。ですよね、はい、うん、じゃあ行きたいと思います。はい、はい、行きましょう。お願いします。今回はこの乗り心地検証の回でいいですか。いいですよなんか噂では、うん、かなり乗り心地が硬いっていう風に言われます、ね、言われてるみたいですね、うん、で特に、うん、S と同時に出しちゃったんで、はい、そこが比較されることが多いみたいですね。うん、はい、当然エアサスですからね、S はね。だこれが多分ウラカンみたいに、うん、もう単発でスポーティーなモデルでって出すと、うんうん、もうちょっとイメージは違ったのかなっていうふうに思いました。はい、ですね、はい。確かに。でもこう難しいのが、はい、そのバネサスじゃないですか。はい、でメーカーはこのバネの差すに、はい、ショックアブソーバーとのバランスってどこで取ってるかじゃないですか、はい、あ確かに、はい、このストラーダなのかスポーツか、はい、コルサかラリーか、はい、まあ、当然スポーツコルサあたりで取ってると思うんで、はい、その辺の検証もしたいですね。確かに確かに、バネ差すはもちろん減衰を、まあ、変えられるとは言っても、うんうん、どこの速度域に合わせてるかはかなり、うん、キャラクター変わってきますから、変わってきますね、はいはい、でこのモード切り替えのところでいうとオフロードがなくなってラリーが追加されているということで、そうですね、はいはい、でまずは、うん、じゃあとりあえずストラーダでいいですか。行きましょうか。行きます、はい、おお早っ、これは早い、これは早いこれは早いですね。そしてあのカイエンターボ GT をちょっと思い出したっす。はい、僕も、はい、まあ、同じことを言おうと思いました。この箱がこんな軽やかに、すごいな、すご、想像以上でしたね。しかもなんかあの四駆っていうよりやっぱり後ろのトラクションめっちゃ感じ出す、はい、なんか FR 寄りな感じです。しますよね。はい、します、します、うん、あこれはすごいわ。めちゃくちゃスポーティーじゃないですか、うん、ですね。あ土でもこれ、はい、
今、高速道路、はい、名古屋高速の段差越えてますけど、はい、これになると突然こう動きがなんていうの、ふわふわするというかバネが落ち着かないです。あ、だからやっぱりここのストラーダのセッティングではないですよね、はい、メーカーが考えているのはね。ではスポーツで、はい、はい、あ、ほら、なんか落ち着いた、硬いけど落ち着く。あ、確かにスポーツの方が全然収まりがいいですね。ね、うん、だからいくら硬いとは言われても、はい、やっぱりストリート向けに、うん、減衰は結構柔らかめに、はい、だからレートが高いんですかね。レートが高いんですね。だからバネだけで走ってる感じ、はいはい、だからその入力スピード、ピストンの入力スピードとかによって全然乗り味が変わっちゃいますね、はい、街中だと大きい揺れだったり細かいピッチングみたいな動きだったりってすると、全然こう想像以上に硬く感じたり、あれ硬くないじゃんって感じたり。これでも思ってる以上にスポーティーですね。はい、さすがペルフォルマンデって感じです。はい、すごい、素晴らしい。これいや、これなんか車の形っていうかスタイリングと乗り味のギャップがすごいですよ。すごいね。でも別に、まあ、僕らは何とも思わないですけど、はい、ご家族で乗った時にその楽しいのは お父さんだけみたいな感じになりかねない。確かに、そこが懸念材料というか、まあ、なんかウルスなのに後ろが一応乗れますみたいな、はい、これは相当これイメージ違うっすね。そうっすね、音もすごい、うん、ただ乗った感じあんまりよいしょっていう感じはしないっす、うんうんうん、はい、確かにそうっすね。ステアリングもそんなに機敏じゃないし、機敏っていうか機敏すぎないし、うん、はい、はい、これすげえな、うん、いやーいいなっていうか、これミッションもなんか制御が違う気がするんだよな。いや違うと思いますよ、当然。なんか前期のウルスよりガツガツ入るっす。そうで、なんかさっきそのちょっと下道を走ってる、走り始めた時に、はい、なんか意外とこうストラーダの設定のままだったんですけど、意外と引っ張ってる感じがあったんですけど、ちょっとその辺もだいぶというかちょっと違うのかなという味付けが。いや、ちょっとスポーツだとこの渋滞ちょっとギクシャクしちゃうぐらい、はい、はい、あ、全然違うやっぱり、うん、はい、0-100 だとコンマ2秒ぐらい、うん、まあ、0-100でコンマ2秒違ったらだいぶ違うんですけど、はい、0-200はもっと違うんですよね、1秒違うんですよ、うん、あ、そんなに違うの。違うっす。あら、0-200が11秒台かな、はい、普通のウルスが12秒台なんで1秒ぐらい違うんですよね。そうすると相当違うですね。だ、上の伸びもそうだし、うん、そのトルクの出方も多分ミッションこれなんか違う気がするんだよな、うん、こんなにガツガツ入んなかった気がするんですよね、うん、一応ストラーダに入れると、はい、まあ、普通には乗れるっす。ただ足の硬さはやっぱり少し感じるっすね、うんうん、で僕思ったんですけど、はい、純正で硬いって言われると、うん、ワクワクしちゃうんですよ。わかります。車外の車庫帳とかで、はい、いやこれめちゃくちゃ乗り心地硬いんですよって言われると、はい、うわマジかってちょっとこう、はい、あんまり、ね、うん、ネガティブな方で感じちゃうんですけど、はいはい、なんか純正でこれ車めっちゃ硬いんですよって言われると、はい、ワクワクしちゃうんですよ。もはや病気です。この人病気ですよ。はい、はい、だから僕のあんまり乗り心地いい悪いレビューはあんまり当てにならないと思って聞いてもらった方がいいです。だ、全然乗れると思いますよ。そうですね、はい、だやっぱり比べられちゃうから、うん、S の方が乗り心地いいよね、エアサスの方がいいよねってなっちゃうんですけど、はい、まあ、あと20ミリダウンで固定じゃないですか、うん、バネサスだと、はい、ベルフォーだと、うん、だその辺が結構あるのかなっていう、うん、あ、確かにこの高速のつなぎ目のいなし方はやっぱりそうですね、うん、難しいところなの。難しいですよね、うん、ゆっくりこのストラーダでゆっくり走る時って、うん、ちょっと僕は収まりが悪いってわけじゃないですけど、スポーツの方の収まりの方が効果が持てます。でもランボルギーニっていう車のそのメーカーのキャラクターから言ったら、うん、全然許容範囲内というか、ね、むしろらしさで言ったらこのぐらい硬くていいんじゃないかなって、はい、うん、でもなんか
これ比較にならないですけど、はい、ペルフォーマンテって言われると当然あの普通にその裏感、はい、想像するじゃないですか。裏感のペルフォーマンテって当然あのスーパーカーなんで、はい、すごく乗り味もなんていうんですかね、めちゃくちゃレーシーですよね。そうです、はい、でタイトに締め上げられた感じもあるじゃないですか、はい、まあ、頭の中でそれを勝手に想像するんで、あこの車に対しても、はい、ウルスに対しても、はい、それからそうって考えると普通に街乗りできるレベルなんで、確かに、まあ、全然全然多分これシートもなんかいい感じじゃないですか。そうですね、はい、硬すぎず、はい、なんで全体的には乗り味は当たり、体に対する当たりはソフトなイメージを持ってます。ペルフォルマンテっていうことから考えれば、確かに、はい、ちょっとウルスのペルフォルマンテって聞いた時に、うん、ちょっと裏感のペルフォルマンテのイメージがちょっと先行しちゃいすぎてますよね。そう、そうなんですよ、はい、うん、だから全く別物と考えた方が確かにいいですね、はい、うん、いやでもこれはすげえな、すごいですね。なんかあの別にテンション下がってるわけじゃないんですけど、はい、あのさっき の, あのスタートダッシュがあまりにすごかったんで想像をはるかに超えてたんで、いや SUV であの加速はなかなかないっすよ。なかなかないね、はい、本当にターボ GT がちょっと頭をよぎったっす。ほんとほんと速っって、うん、しかも途切れないんですよ。途切れないね。シフトアップしてってこうどん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 車前行く感じ、うん、あれたまんないですね。 SUV って考え、うん、で普通に乗る人もいるだろうから、はい、人によっては、はい、まあまあいいかなっていう感じは僕はしますけどね。だ走りに行ったりとか、うん、高速の移動が多い方なんかは、うん、もう持ってこいじゃないかなっていう。そうですね、はい、うん、だ下道メインで乗るんだと、うん、まあ、車的にもうそもそも持て余してると思うんですけど、はい、よりこう持て余しちゃうかなっていう気はします、うんうん。だといろいろ乗らせてもらってびっくりするのは、はい、プラットフォームこれ全部一緒じゃないですか、はい、けどなんかその幅とか長さが全部変えられるプラットフォームなんですよね、はい、でこんなにやっぱり車のキャラクター違うんですよね、やっぱり、うんうん、ベンテーガも違うし、うん、カイエも違うし、うんうん、Q7、Q8 も違うし、うん、なんかでも走ってるとシートの硬さを感じないんだよね。そうっすね、なんすかね、うん、なんだろうね、不思議だね。でもこの手で触るとそこそこ、これウレタン硬さあるじゃないですか。そう、硬いんだよね。このステッチが効いてるのか、うん、確かにそんなにめちゃくちゃホールドいいシートじゃないんですけど、はい、そこそこのホールド感あって、うん、お尻もちゃんとお尻のところが、うん、先端のとこが少し沈み込んで、はい、うん、こんなにいろいろやったって、うん、なんだったらシートもちょっとスポーツバケットとまではいかないですけど、はい、もう少しこのサイドスパーツサポート立ち上げたりとか、はい、背中のサポートちょっと大きくしたりしてもいいじゃないですか、うんうんうん、そうですね、はあ、でも多分それ純正でも元々結構パフォーマンスが高いっていうのもあるんでしょうね。そうですね、はあ、それもあるし、やっぱりこう SUV なんでそこのキャラクターはやっぱり逸脱できないっていうところもメーカーとしてはあるかもしれないですね。タイヤのサイズ変えないで本当に微調整ってそのオフセットだけ変えるのでやってきてるのも多分もともとの素性が良すぎるっていうのがあるでしょうね、うん、いいっすかコーナー、はいはい、いやめっちゃ曲がるっすよこの車。あこれすごい、これすごい、すごい何のストレスもないっすもんね。はい、なんだ不思議な感覚今の。あとなんだろうな、剛性が高いからかな、うん、なんか本当にすごい箱をしっかりしてる感ありますよね、うん、こう段差越えたりしてもこうなる感じしないですもん。そう硬いよね箱がね。硬いです、硬いです、うん、うわめっちゃいい音してる、うん、コルサ行ってみます。うん、行きましょう石川さん躊躇とかないんですか。ないですね。わこれやばい、あおぉやばこれはやばい、シフト早いね。いやしかもシフトこれすごい、うん、こいや笑っちゃうっすね。笑っちゃいますねこれ、すごいな。これ本当好きな人乗ったらたまんないですよ。この聞こえる排気音がもう 1.5 倍、はい、2倍ぐらいになって、はい、もう足も、はい、ガチガチまでいかないですけど、うん、めっちゃ引き締められてる、はい、ハンドルも重くなって、すごい、すごい、いや本当にフロントリフトするんじゃないかっていうぐらい、うん、グーって出るっすよ、うん、
ちいい、うん、めちゃくちゃ気持ちいいんですけど、土方さんこれやばい。わかります。なんかロール感もなくグリップがすごくて、なんか体だけが G に持ってかれるっていう。そうですね、そうですね、はい、これ本当笑っちゃうな、うん、これすごいの作るっすね、本当に。ランボルギーニすごいっすね。すごい。だバネサスにするのすごいっすよね。うん。だエアサスのまんまなんかこうセッティングだけでも、はい、いけそうって思うじゃないですか、なんとなく、うんうん、あれだけ優秀なエアサスだし、はいはい、それをわざわざバネサスのみで出してくるんですよ、うん、しかも選択できないんですよ、はい、漏れなくエアサスじゃなくバネサスになるんですよ。そうですよ。やっぱりバネじゃないとその剛性だったり動きだったりがでしょうね。じゃないですかね、はい、そうですよね。僕もそう思います。もうなんか全ていろんなものの動きとかダイレクトにリニアに感じてほしいみたいな。あ、足の剛性感なんですかね、うん、それもありますよね、もちろん。だ今回23インチの標準のタイヤですけど、うん、これトロフェオになったらどうなっちゃうのかちょっと乗ってみたいですよね。それこそさっき走りたくなっちゃう。トロフェアオプションだと22ですかね。あ、そうですかね。23でトロフェアあんのかな。トロフェアある。あ、22かもしれないですね、もしかするとね。そうっすよね、はい。で、でもなんかこう引き締められてる感じの、そうっすね、なんていうのをこう締め上げてる感じ。だ SUV に乗ってるんじゃないみたいですよ。うん、そう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 。このボディの幅とその視点の高さだけ SUV で、うん、SUV に乗ってるんじゃないみたいな感覚がするんです、うん、あと音だいぶ作ってますね、これ。はい、作ってます。前からめっちゃ音が聞こえる、うん、聞こえるね、この音。うん、いい音だね。吸気の音なのかな。吸気の音作ってるけど、サウンドジェネレーターなんかでね。そして後ろはバブリングがすごい音してるんです。はい、これはちょっといいかもしれないです。うん、最高です。ちょっといいですか。いいよ。はい、シフトこれちょっと何ですか、極端じゃないですか、つながり方が、はい、普通のより、はい、こんなんじゃないですよね、普通のウルス、うんうん、シフトアップした後に蹴飛ばされる感じだよね。そうっすよね、うん、もう一段階ガッて車、そう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 、もう一回ガッてくる、息継ぎがないんだよな、うん。さすがにギア比とかまでは多分変わってないと思うんだけど、うん、すげえこれすごいね。ああ、ちょっと総評いいですか、早いですけど、はい、乗れます乗れますって言うとすっごい失礼な言い方ですけど、はい、世間でめちゃくちゃ乗り心地が悪いって言われてるのも理解できます。できますね。ただ、はい、うん、そんななんかめちゃめちゃに言うほどかなっていうと、うん、僕は全然こう乗れるというか普段使いしても、うんうん、いやもうなんか乗るの嫌になっちゃうなっていう硬さではないです、うん、はい、確かに。どっちかっていうともう硬いの好きなんで、はい、はい、なんでスポーティーな乗り味が好きな方であれば、うん、全然許容範囲内だと思うんです。そうですね。ただやっぱり SUV 車のキャラクター上、うん、やっぱりこう人を乗せることだったりだとか、うん、街乗りメインで使うことを考えると、うん、まあ確かに硬いです、うん、だそういう方は、まあ、前期だったりとか、まあ、S だったりとか、うん、SE 気になるんですよね。ねえ、はい、どうなんだろうね。 SE また重量も違うし、うん、はい、車のキャラクターも違うと思うんで、うん、まあ、その辺気になるところではあるんですけど、はい、世間で言われてるほど全然乗ってられないほどではないと思うんです、うん、なるほど、はい、だ正直ペルフォルマンテは5分が限界かなっていうこれ、うん、ウラカンの、ああ、はい、はいはいはい、ウラカンフルバケペルフォルマンテは、うん、はい、5分が限界かなって、うん、意外ときついですよね、はい、やっぱり。いや、いい車でした。いい車でしたね、はい、ありがとうございます。とんでもないです。じゃあ最後になりますけども、はい、今回若干ショートバージョンでお届けしましたけれども、うん、びっくりしました。びっくりですね。こんなに違いますか。うん、まあ想像以上でした。だと思ったのは、うん、タイミングがちょっと違ったんじゃないかなっていう。どういう意味ですか。 S と一緒に出ちゃったんで、あ、なんかちょっとこうこのキャラクターが薄まっちゃった感を個人的には感じてしまいました。なんかこれはこれで出してオーダー終わってきっちり収めてから、収めるっていうか終わってから S 出してほしいっ
そっちの方がなんかキャラクターが立ったんじゃないかなっていう。そうだよね、はい、だなんかなんか去年ぐらいからの話を聞いてるとペルフォルマンテがいいのか S がいいのかみたいな話になっちゃってるじゃないですか。どっちともこうキャラクターがそれぞれに立ってる車なんで別にやっぱり分けてほしいっていう、そういうことですか。ですね、はい、であとはオプションのその組み立て方、うん、まあ、色とか装備の選択の仕方で、はい、まあ、スパルタンにも今回みたいにこうちょっとラグジュアリー風味なペルフォルマンテもできるということで、はい、まあ、いろいろやりようはあるんじゃないかなと。確かに、はい、なんで、まあ、乗り味だったり車のキャラクターで選んでいただくのはかなりいいんじゃないかなと。はい、で今回おすすめなんてぜひお問い合わせいただくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はランボルギーニウルスペルフォルマンテをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。